超新星爆発見つけたっていうのは、うん、あれがなんで超新星爆発とわかるか、うん、普通に考えたら別に他のとこからニュートリンに来たんじゃないのっていう意見もあるんですけどもえっ、ー、と超新星爆発自体はすごい長時間あの光り輝くんですけどもニュートリノだけは爆発の10秒間だけ来るっていう理論があったんですよ。うん、そうするとあの信号は10秒間にだけピタッとピークが出てるんです、うん、だからもし時間分解のがなかったらこれは本当に天体から来たんですかって言われると 分からなかったそれが分かったのはその時間分解の分かるからです。<ー>で我々もあのちゃんと東海村から打ったニュートリノが来てるかどうかっていうのは時間で見てるんですけども、その精度は今あの17セカンドだから1億分の1秒ですね。その精度で見れるから本物だっていうのは分かる実験でき。その信号処理すごいですね。そうですそうです。そ,すその高性能なの日本だけしかできてない他の国って,できてない。一応それはあの。 どの国も大体できまできてまま先進国でありす日本が一番進んでるイメージがその何だろう今までノーベル賞受賞者とかもそうだと思うんですけど先駆けてやったからでしょ先駆けて早かったからおっしゃる通りでそうですねノーベル受賞者の一覧物理学賞ございますんであれねやっぱりねこれはね湯川先生の功績大きいと思うんですよでやっぱりね湯川先生らえた後にでそしてすぐに友永先生らえたというので じゃあやっぱり俺も素粒子行くかみたいなで僕がさっきあの、えー、と大学ね京都大学でそういうエリートコースだって言ったのはうん、うん、次々とそういう先生方が出るからやっぱりそっちに行くのが行くっていう志望者が多いんですやっぱりそういう志望者が多いと優秀な学生も集まってくるのでそれで進むというのもあります。であともう一つは えっと先実験装置の話先1億分の1秒ってありましたけどそれ以外にもいっぱいあのいろんな技術が必要なんですね加速器作るにはあの素粒子物理学をやるということでそれが進んでいると。 日本でそういうのをやる会社が出てくるわけですね。<ー>で、そういうのが出てくると。じゃあ、次も、また、あの、それを、その技術を維持しとくと、まあ、次の仕事もあるわけですよ。うんうん、そういうのが。ある時が始まると、それをずっと維持できていると。なるほどね。うん、ねどんどん,どん,どん維持できることが大事なんですよね。大事なんですよ。そうなんです、うん、まあ、それは本当にすごい思いますよね。そうなんですよね。はい、じゃ、ロケットの開発もそうで、はい、あの、ギリ全部国産化できてるっていうのは、はい、国産化できてるんで。はい すごい大事な部品が何個かあるんですけどすす輸出しちゃダメなやつが <laughs> いい何個かあってそれは本当奇跡的にちゃんと作れる会社があるっていうのはうだから絶対それを維持例えばもうじゃあロケット産業やめるかみたいにやめると今度はその会社が作るのやめちゃうともう次もう一回じゃあやるかってできない,れないですあれ一から作るって絶対できないんで,、ね、で,ですよ、うん、だからやっぱりそういうの維持してるっていうのはすごく重要なことなんですそれね僕も全部の会社行ってますけど、うん よくやったなって思いますよねそうですむしろあの人だってあんまりそのずっとやることそれを維持することで儲からないけれどもやってくれてるんですよねそ<う>本当にありがたいことですよ、ね、本当にありがたいことですよ <laughs> こういう先端のやつってね全然儲からないんですよ、うん、というのはあのメーカーって一点物だからねそうなんですおっしゃる通り、うん、メーカーって大量に作って初めて儲かるんです、うんうん、だからこんなあの一点ものだけ作ったって全然儲からない儲す赤字なんだけれどもやってくれてる、うん、それのおかげで我々がいるんです、うん、これあれですね田田さんの T2 刑事件を行う パークのこれ写真ございますよねこちらもまさにそういった技術の蓄積でで,きてですね,まあそうですねこの超伝導磁石なんかもこの日本の技術ですけどねでそういうのがあの例えば磁石を作りますって言った時にあの作れる会社がなかったらできないわけですだから加速器の技術ってやっぱりそういうあのもうこれまでの蓄積があるしそれをやめないっていうのが大事なんですよね。う ここういうい会社ってこれ以外もやってたりすするんでもちろんもちろんそれはやらないと商売にならないので, <laughs> そうです、ね、多分これはねもう言ってもいいと思うんですがあれ作ってるのは三菱電機です、うん、あ,あそうです,、ね <laughs> うですはい、というふうな感じでえで結局、はい、えとニュートリノの右巻きと左巻きのニュートリノの,そので、反ニュートリノと反じゃないやつとの、はいはい 性質の違いというか、はいあ、変化の違いを分析すると、はい、その CP 対称性の破れみたいなものの原因がわかるかも。そうですね。みたいな感じなんです,、ね、ですね。はい。そのニュートリノのその先のえっ、ー、とその変化の具合を示す式、はいまあ、っていうのがあるんですけども、はい、ニュートリノ振動理論というのがあって、でその式の中にあの要するに粒子と反粒子の対称性の破れっていうのを、その項が出てきてるんです。その数字が。うんうん、でそれを実験でその数字を確かめると。 実はどれぐらい違いがあってそして我々が存在しいるぐらいの違いになってるかどうかっていうのも分かるわけですねあだから項があることは予測されているそうですそれは理論であるんです理論であるんでそこの実際の具体的な数字を見るとそういうことですもうななんか風洞実験みたいな話 <laughs> まあそうですねあれですよねだから係数を見るみたいな、ね、そういうことですねそれを今知らない係数を実験で確かめるみたいな、はいはい、そこは係数になっちゃうんですねそうですね それはあくまでも理論ではわからないので、うん、やっぱり実験で,確かめで,すかでもね、これが分かったところで、はい、じゃあなんでそんなものが存在するんだって話に絶対になりますよね。<laughs> そうですね。うん、確かに。じゃあその、うん、僕いつもこういう話を、うん、そういうそういう方々に聞きた聞きたくなるんですけど、はい、じゃあ宇宙って何なのって思います。<ー>ざっくりこんな感じなんだろうなみたいな。 僕たちは時間を感じてるから時間が流れてると思うけど時間はもしかしたらなんか流れてるように見えてるだけかもしれないじゃないですか、はい、そうなんですよね実は本当におっしゃる通りで実は時間ってあのそう我々は空間とはまあ、全然別のもので、うん、ずっと逆戻りもできない流れてるもんだと思ってますけどこれは人間がそう考えてる 感じてるだけかもしれないんでですすよねだからそれはもう人間はそう捉えるしかなくなってるの頭がもうそうなってるからそう捉えてるだけで実はそうじゃないのかもしれませんそれはでも時間っていうものを前提に置いた時にいろんな数式で表せるからそう考えるのが今一番いいと,い,い,やい,やというよりは感じてるからだって後戻りできないじゃないですか,か時間って。そうなんですよ だからじ、ね、実験結果、観測結果、まあ我々の感覚と合ってるんですよね。うん。だからそれで、もうそう解釈す,するしかない。あのその現実と全然合ってないものを理論とか出しても仕方がないので、うん、それと合ってるともうまあそうそういうもんかなっていう感触ですね。うんうん だけどそう考えると、はい、そもそも宇宙ってどこにあるのって話になっちゃいますよねそうなんですよねどこっていうのはよく聞かれるんですよ宇宙がこういう大きさでどう広がってますというとにその外はどこですかとか、うん、<laughs> そういうのがね宇宙は実は外はないんですけれどもうん、うん、そういうのがね我々の普通の感覚とちょっと違うので,、うんうん、であんまり考える意味はないっていう感じですいや意味はないことはないと思います意味はないことはないけどどこにあるかはどこにあるかっていう話でもないのかなそうどこにあるというよりかはどこでもが宇宙であると すべ、うん、ての場所が宇宙としか言いようがないですね。だって、そ,ね、その外があったら、その外も宇宙ですよね。だから、そ,ね、からそれがあの、そういう矛盾することになってしまう。ミクロとマクロは。関連してるんですか、うん。あの、よく言われるのが、そのミクロ。例えば、僕って、ちなみに宇宙物理学者じゃなくて、素粒子物理学者ですよね。うん、一番ちっちゃいものを調べてるんですよね。うん、でも、結果は宇宙の中を調べてるんですよね。うん、だから、実は小さいものを。ずっと突き詰めていくと、実は大きいものを調べてるみたいな。うんうん、あの、よく何。 ウロボロスの蛇っていうのかな、なんか尻尾を噛んでる蛇みたいな、なに実はちっちゃいもの、どん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 ちっちゃいの調べると、実は一番大きいものを調べてるみたいな。だからミクロとマクロっていうのが、実はあの裏返しなんじゃないかっていう考えもあるんですね。うん。まあ感覚的には理解できないですけど。そんな感じなのかな。みたいなね、ええ。そうですね。これ宇宙の始まりについては、実際どこまで分かってるんですか。か宇宙の始まりはね、実はあの理論的にはいくらでも考えれるので。 時間間が生まれた瞬間これ「宇宙年表」っていうのを作ってみたんですが対数でできてます対数でできてますで対数の一番最初の10のマイナス44秒後っていうのがあってこれがあの宇宙ができた瞬間と言われてるんですがただあのこれ対対数ななんんででゼロに絶対に絶いかないんです <laughs> そういうちょっとずるい図になってるんですけどもでこれのうちですね分かってるのがあの理論ではこんだけいろいろ書いてるんですが。 実はですね。実験で分かっているのは、これ、次を出してもらますか。これに L. H. C. って書きましたよね。うん、これが人類が最も、あの、一番。あの、大きなエネルギーを作れる加速器なんですね。その加速器が10のマイナス17度。まで作れると。となると、そこまでは実験で確かめられるんです。だから、あの L. H. C. の下までは。 本当にそうで調べるでもそれってこのグラフの真ん中ですよね上何にも真っ白なのが実はそここは確かめよようがないんですよ今のところだからもしもっとすごい実験装置ができてこの LHC よりももっと高いエネルギーを作れたらこの上今白紙になってるところも調べることができる。 であるいは上の方のは実はあのちょっと書いてますがあれあくまでも理論なんで。それが本当かどうかっていうのも調べることができる。ことになるはず、うん。強い力が生まれる。そう強い力が生まれるって言,言ってますけど。ほんまかどうかなんかみ、はい、誰も見てないわけですからね。うん、あくまでも人間が見てるのはこの lhc までなんです。うん、そこまでです。なるほど。はい、あ。 実際これ宇宙の終わり宇宙の果ては先ほどあの果ての話はありましたけどこれ存在するんですか終わりと果て,て果てはね例えばですよえっと地球の果てってどこでしょうかっていう話があるんですよね地球ってあの表面表面だけです考えてください表面を考えるとあれあのずっとあの海の上歩けないですけどもし歩けたとしたらもっと持ってきますよねあれはだから果てはないんですでも面積は有限ですよね面積有限だということと果てがないことは別に両立するんですこれが 三次元的に三次元的にっていうだけでもう想像できないんですけど、うん、三次元的に起こってるんじゃないかと言われてます、うん、ある有限な体積っていうのはあるかもしれない、うん、でもそれでも果てはない、うん、果てのない宇宙というのは作れる、うん、それは無限という意味ではないそういうのはあり得るまだそれも調べようがないんですけど今のところはついでなんで地球外生命体の存在の可能性はどれぐらいなんですか これはね、あの実は、ね、いろいろな人意見が違うらしくて、はい、生物学者なんか絶対ないみたいに言うんですけど、はい、僕ら物理学者はみんな普通にいると思ってます、ね。うん